こんにちは、速稼塾の久保です。神童花屋龍馬シリーズですね。今回110になるのかな。今回はですね、スライドショーとともにお届けしようと思います。提供するスライドは1つです。通常はですね、20枚から50枚でスライドショー行くんですけども、今日はすみません、1個だけでやらせてください。ということはどういうことかっていうと、まあ無料提供だからね、1個にちょっと蹴散らしてもらうってことなんですよ。この続きが知りたい方は、まあ速稼塾に参加するなり何かしかのアクションを起こしていただくってことになります。ではですね、画面切り替えていきますよ。今回のテーマは確か花屋龍馬さんのなんかね、動画の売り方じゃないやな、どういうふうな売り方をすればいいのかなっていうことだったと思うんで、まあこういうふうに作ったらどうなのっていうふうにね、まあ私なりに考えてみたことをちょっとお話ししようかと思います。そうですね、ちょっと表現が難しいんですけども、花屋龍馬さんは思う通りにやったらいいんですよ。ご自身のね、コミュニティですし、私の速稼塾っていう指導の縛りがあるわけでも何でもないんでね。ただ私が塾生に提案するとしたら、花屋龍馬さんがね、速稼塾の塾生で自分のことを鍛え直してほしい、成長させてほしい、月収50万100万、そして自分の生徒にも同じぐらいの稼ぎをね、なんとか実現させたいということでしたら、最初の第一歩としてこういうふうなことをお話しするかなっていうことをね、お見せしようと思います。ですよ。じゃあ画面切り替えましょうか。いやでも頑張ってますね、花山さんね。はい、画面見えますか。私がね、無料とか少額とか、それからまあ中程度の価格、数万円とかね、10万円弱みたいな商品、そして高額な商品の3種類を作りましょうといった概念を図にしたものがこれです。じゃあまず一つずついきますよ。赤い枠で囲ってるところありますよね。赤い枠、これですね。赤い枠でかかってるところが無料とか少額の商品のことです。まあこれはですね、ノートとかメルマガとか LINE アットがこれに入ります。これはですね、お金をいただいたら、もしくは無料で申し込みがあったらお渡しして終わりです。売り切りってやつです。でここにはですね、限られたテーマに対する解決、個別解決っていうものをやりますんで、例えばノートでダイエットの方法っていうのを書いたらそれを売って終わりです。メルマガで、30日連続で、そうですね、仕事の問題を解決する方法っていうのを書いたら終わりと。 LINE アットのコミュニティを作った時に、まあその中でね、やり取りをしますと。一応期限は設けますね。そこでも、まあ、期限設けなくてもだんだんね、アクションがなくなっていくんですよ。だから大体長くても3ヶ月ぐらいじゃないですか。まあ通常は1ヶ月ぐらいで冷めてしまうんですよね、参加者の方が。まあですので、そういった個別の問題解決のものを設定しますね。で、これは無料から少額で販売して売り切っていきます。こういうふうな商品を1個だけじゃなくて、例えば別のテーマでもう1個作るとか、もう1個作るとか、もう1個作るとか、もう1個作るとかしていくわけなんですよね。これがだから無料とか少額の商品をまず作りましょうってことです。でその際、最初に中身を作るんじゃなくって、まずはダイエットの問題解決で集まりたいんですけどって言って、そこにアクションを起こしてきた方を囲って、そして皆さんの悩みを聞いた後で商品を作っていくっていう順番ですね。これが無料から少額の商品の作り方です。だから一遍作ると何回でも再販売が可能な上に、もうね、サポートの手間とかほとんどかからないんですよ。ですので自分の手を離れても受け取った方に価値を提供し続けるってことになります。次ですね。次はね、ミドルクラスの商品です。このブルーで囲ったところですね。ブルーで囲ったところは実は無料から少額の商品も含んで販売しますね。だからなんですかね、赤い商品をたくさん買うよりもミドルクラスの商品を買った方が得っていう立て付けですね。でこのミドルクラス商品はサポートがつきます。基本的に、まあ、日々連絡があったらお返しするって形になります。特徴はコミュニティってことなんですよ。コミュニティどういうことかっていう と、こちらの商品を買った人がいるじゃないですか。例えば3人の方が買ってくれたら、その3人の方を、コミュニティですから、3人の方が買ったらね、その方を相互に結びつける役割をやっていくんですよ。そうすると同じ商品を買った購入者同士で一つのコミュニティできるでしょ。でこの出会いが商品になるわけなんですよ。で、このね、単体の商品を買った人が、他にどんな人がこの商品買ったんですかってお問い合わせがあったら、それはコミュニティがあるんでそちらの方に入りませんかっていうふうなお誘いをかけます。でそうするとこの出会いっていうのがまさに宝になるわけですよね。これがしかも
こっちの商品、こっちの商品、違うテーマでいろんな商品買った人もコミュニティ化されますんで、関わりが持てますよね。プラス違うテーマとも希望があればつなげていきます。ということで、花屋龍馬さんのなんかコミュニティ入ったらものすごい人脈増えてよかったですみたいになるわけですよね。じゃあ高額な商品、一番大きな枠ではどんな営みが行われているのかってことをこれからお話します。この黒い枠の中です。一番大きいやつです。これは当然ですけども、オンラインサロンというね、立て付けになるのが一番大きいかなと思います。これは特徴はね、まずはね、高額なんですよ。高いんですよ。何十万もします。100万円前後とかです。で、サポートの期限はきっちりついてます。例えば3ヶ月とか6ヶ月とか1年とかっていう期限は必ず設けます。期限をつけないと人は後回しにして動かないからなんですよ。で、次、成長式ってのはどういうことかっていうと、このオンラインサロンの期限が続いてる限りは、花龍馬さんがオンラインサロンを運営している方が新しい情報を手に入れたり、新しいスキルとか実績を手に入れたら、ここにどんどん追加していくんですよ。ですので購入した時が一番、コンテンツが少ない状態で、一日一日と日が経つにつれね、コンテンツの中身が増えていくんですよ。だから最初は例えばね、50万で買っても終わった頃には、あ、なんかすごい安かったねっていう風になるんですよ。で、毎日毎日コンテンツが追加されますんで、毎日というかね、費用ごとに追加されますんで、費用ごとにお得感が増していって、あ、これ待ってたんです、こういうの欲しかったんですっていう風になってくるということなんで、いつも会員さんがアクティブなんですよね。で、最大の特徴はアクセス協力なんですよ。例えば私の YouTube のチャンネル登録者数は1万4000人います。速稼塾の塾生さんも1000人以上いるんですよ。その中で私は人と人とつなげるっていうことをしてるわけなんですよね。特に今年はそれをテーマに置いてますんで、 Zoom の対談をどんどんぶつけていこうかと思いますし、こんな方知り合いにいませんかっていうふうに聞かれたら、いますよって大抵答えられるんですよね。ですから同じような特徴を持った方とか同じ目標を持った方をこちらの方でどんどんコラボしてもらったりね、そのための仲介をしたり、あと最大なのはアクセス協力ですね。ほとんどの人は集客できなくて困ってるんですよ。 YouTube も再生数が上がらなかったりチャンネル登録が増えなくて困ってるんで、それは私は協力できますよっていうことを一言言えば速稼塾のセールスになるわけですよね。私の場合はそういうふうに、最も多くの人が挫折するアクセスってものに対して一番貢献できるんじゃないかなと思ってここに置いてます。ですので、無料とか少額の商品しか手に取らなかった人には、私は特定をアクセス協力がとてもじゃないけどできないってことですね。アクセスってのはやっぱりね、一番、重要な資産なんですよ。ですんで、個人情報を知らせるってことではないんですけどもね、A さんと B さんと C さんを同じ塾生ですよってことで出会いの場を設けるっていうことをやりますね。で、これがだから完全にメリハリがついた形なんじゃないかなっていうふうに、提案することができます。速稼塾ってのは全部をやってるってことなんですけどね、だから割安じゃないかなと思ってるんですけどね。はい、ちょっとね、駆け足でお話したんで分かりにくかったかもしれませんけども、図に書くとこれが少額で、無料とか少額のものですよね。で、ミドルクラスのものはそれをちょっとこう大きくした形で、そのコミュニティ同士の関わりをちょっと促進するって感じです。そして一番大きな枠、高額商品っていうのは、今度は私の持ってるアクセスを、要するに広告料を払わないのにどんどん広告してあげるよって話なんですよ。で、これよく言うんですけども、チャンネル登録1万人以上の YouTube の YouTuber さんに紹介してもらえることで、多分ね、多くの方はないまま人生終わると思うんですよ、大げさに言ったら。で、私にしてみたら10万人とか100万人の方が、あ、いいよ、ただで紹介してあげるよって言ってるようなもんなんですよ。だから毎日私は申し込みたいですね。それこそ自分のコンテンツが良ければそこでブレイクするわけなんですよ。でも自分のコンテンツがしょぼいと、アクセスを借りた人に迷惑がかかっちゃうんですよ、どっちかっていうと。なぜなら、あれ、このチャンネル登録1万人いる、10万人いる人が、なんか久保っていう人を紹介したけども、なんかしょぼいよねと。じゃあ、こんな人を紹介するチャンネル見るのやめようかっていう風になっちゃうんですよね。ですんで、アクセス力の高い人に紹介してもらえるっていうのは、迷惑をかけないようなコンテンツを作らないといけないっていう風な意識が生まれるはずなんですよ。でも、
とりあえずできました、こんな動画でもいいから紹介してもらえますってやっちゃったり、対談お願いしますとか言って対談の内容がしょぼいと、まあ取り上げてもらう人にすごく迷惑がかかっちゃうんですよね。だそういう意識もちゃんと埋め込まないといけないんで、いきなりはアクセス協力ができないよっていうことが建前なんですけども、私の方はね、ちょこちょことこう、ご指導は申し上げるんですけども、まあ、そこそこになったらどんどん出していって、まあ、アクセスがもしね弱まったら私の方でアクセスを強くするみたいなことを、まあ、やっていこうかなと思ってるところなんですよ。まあ、まだまだね、そんな1万人、1万4000人程度ではね、言われるものではないんですけども、まあでもね、100人、200人とか、300人とか、500人っていうチャンネル登録の方には、十分役に立てると思いますし、メルマガだろうが、LINE アットだろうが、何かで集客に困ってる人とか、自分のことをもっともっと知らせたいなって人には、多分ね、役に立てると思うんですよ。ただ逆に、チャンネル登録2万人、3万人の人の役にはあんまり立てないと思いますし、私よりもアクセスを稼げる人の役には立てないんで、当然ですけども、そういう人は速稼塾に入らないと思うんですよね。まあ、たまに入ってますけどね、なんかね。びっくりした人が入ってますからね、なんか、なぜかね。どうなってんだみたいな。うん、だから価値の逆転はたまに起きるんで、まあ、その方が言われるには、頑張ってる久保さんが好きだから、やるんだよ、みたいなこと言ってくれますけどね。まさにね、私と花井ロモさんの関係じゃないですか、これ。なんか、客観的にはどうかわかんないけども、主観的にものすごく気に入っちゃったんで応援したくなるみたいなね、そんな方も出会えるんですよね。はい、まあそういうふうな出会いもあるんで、これからもね、活動やっていきたいなと思います。ちょっと今回の説明どうだったですかね。花井龍馬さんがお問い合わせいただいた趣旨とは変わっちゃったかもしれませんけども、まあ、今回はこれでどうぞご勘弁ください。それではまた次回よろしくお願いします。